まったく、マサトがかわいそうよ。まだ30代だし、マサトなら他に嫁を探すのもいいんじゃないかと思うんだけどね。そんな風に義母は私を罵り続けた。嫌な気分になるのは今だけだ。とその時、いきなり義母の目の前に箸が飛んできた。やあ。義母が汚い叫び声を上げる。親戚一同が義母の方を見る。一体誰よ。私の名前はのぞみ、36歳の主婦だ。夫の正人とは結婚してもうすぐ7年になり、今では5歳と3歳の2人の子がいる4人家族だ。俺の靴下どこ？ねえ、俺の腕時計知らない？ああ、もうネクタイがいつも変になる。のぞみ、直して。夫はこんな感じで、何でもかんでも私に聞いたりお願いしてくる。まるで子供が3人いるみたいだ。私と夫はもともと同じ会社で働いていて、先輩後輩の関係だった。私よりも3歳年上の割には、なんだかほんわかしていて、穏やかな印象で私は彼のことが気になっていた。癒し系が好きな私にとっては、彼は間違いなくその部類だったのだ。そして、一緒の仕事をこなしていくうちに少しずつ距離が縮んでいき、交際がスタート。その後、順調に交際が進んでいき結婚に至った。交際中は、夫は実家暮らしだったので気づかなかったのだが、結婚して一緒に暮らし始めると、夫がいかに甘やかされて育ってきたのかが分かった。まず脱いだものは床に散乱しているし、食べ終わった食器は片付けないし、食べ物の好き嫌いは多いし、掃除や洗濯もできない。夫は末っ子で今まで一人暮らしをしたことがなかったらしい。ほんわかしていて穏やかという印象が、一転して子供っぽすぎるという印象に変わってしまった。まあ、私は結婚を機に寿退社をしたし、主婦として自分がカバーすればいいかと結婚当初は思っていた。だが、子供が生まれてからはなかなかそうはいかない。私は子育てで手一杯になるので、できれば家事は夫にもやってほしい。そう思い、少しずつ自分でいろいろなことがやれるようにと教えてみるものの、夫は、ああ無理。これだったらのぞみがやった方が早いよ。と言って、すぐに諦めてしまうのだ。それなら、せめて脱いだ服はちゃんと洗濯かごに入れるとか、食べ終わった食器はシンクに入れるとかしてよ。そう言って最初は夫は言われた通りにやるのだが、だんだんといつもの感じに戻っていってやらなくなり、気がつけば前と何も変わらない状況になってしまうのだ。全く改善しないことに苛立ちを覚え、別れることも考えたが、二人目を妊娠し、さすがに専業主婦の私が今別れて、幼い子供二人を連れて家を出るのは得策じゃないと判断した。それに上の子は夫に懐いているし、完全に夫のことを嫌いになったわけではないので、とりあえず結婚生活を続けていた。だが夫との問題は他にもあった。それは義母の存在だ。義母はとにかく嫁いびりが好きな人で、私が夫と義実家に行くたびにぐちぐちと文句を言ってきた。マサトにちゃんと好物を食べさせているのかい？まさか家事なんてやらせてないわよね。末っ子だから義母にとっても夫はとても可愛い存在らしい。まだ子供がいない結婚当初は、早くマサトの子が見たいね。いつになったら子供を産むのかしら。と言って遠回しに私に早く孫を見せろと圧力をかけてきていた。そんないびりに耐えながら、私は第一子を出産。これで義母も少しはおとなしくなるかと思ったら、はあ？女の子、あんた、なんで男の子を産まないのよ。といきなり怒られた。私は呆然としてしまった。まさか末っ子の夫の子なのに、孫の性別で文句を言うなんて。この頃から、
私は義母には常識が通用しないなと思い、かなり不信感を抱いていた。そして長女を産んでから2年後、私が再び出産した際に生まれたのが女の子だと知ると、烈火のごとく怒った。二人連続で女の子。本当に情けないわね。今すぐに子作りを開始して今度こそ男の子を産みなさい。あんたにはそれしか価値がないんだから。そんなありえないことを言ってくる義母に私はもう限界が来て、盆や正月など必要最低限の集まり以外義実家には行かないようにした。それから数年が経ち、毎年恒例のお盆での義実家での親戚の集まりの日が今年もやってきた。義実家は親戚が多く、盆や正月にはたくさんの人が一斉に集まってくる。盆や正月の集まりでは、毎回私は兄嫁たちと一緒に義母のいびりに耐えながら宴会の準備に追われる。用意しなければいけない食事の数がかなり多いのと、兄嫁たちとは義母という目の敵がいることで一致団結しているので、みんなで作業に没頭することができて、その間は義母によるストレスから解放される。一番面倒なのが宴会中だ。義母はあちこち親戚のところに回るので、その時に一番近くにいる嫁を捕まえて悪口を言いながら親戚たちとの酒の肴にする。義母が笑いながら私たちをけなすので、酔っ払っている親戚は冗談で言っていると勘違いしながら一緒になって笑っている。だが義母は確実に私たちを傷つけるためにひどい言葉を繰り返し言っているのだ。私も兄嫁たちもいつも親戚の集まりのたびにクタクタになるのだが、年に1-2回の出来事だからと割り切っている。そして今年の盆も相変わらずたくさんの親戚が集まったのだが、今年は夫のいとことそのご両親が遊びに来ていた。長男嫁曰く、だいたい10年ぶりくらいだそう。義実家は亡くなった祖父が家主として権力を持っていたそうで、その祖父は娘の中ではここのおばさん、つまり私の義母の姉を一番可愛がっていたらしい。そして義祖父の孫であり、夫のいとこでもある舞さんのことを一番可愛がっていたとのこと。夫のいとこの家は経済的にも一番裕福で、親戚にお小遣いを渡すこともよくあったそうなので、ここのご家族は今でも義実家で強い立場を保っている。義祖父が亡くなった今、おそらく一番上の立場にいるのではないかと思う。まあ、私たち嫁からしたら、とりあえず義母さえなんとかなれば誰の立場が上とかどうでもいい。ぞろぞろと親戚が集まり始め、私たち嫁一同は料理やお酌に追われていた。舞さんはそんな私たちを見て手伝おうとしてくれるのだが、彼女は義実家ではお姫様扱いなので、他の親戚に、まあまあこっちでゆっくり話そうよと言われて無理やり座らされていた。そんな中、お酌をしていた私に義母のいつもの嫌味が始まった。ちょうど私が近くに来たので、いびってやろうと思ったのだろう。わざとらしく大きな声で私を罵る発言を親戚の前で言った。いや、うちの末っ子の正人の嫁ったら本当に使えないのよ。料理は下手くそだし、家事はまともにできないし、ダメなところしかないの。しかも子供だって女の子しか産まないんだから。男の子を産んでこそ立派な嫁だっていうのに、いつまでも半人前以下なのよね。マサトならもっといい嫁を探すこともできたのにね。きっとこの女に騙されてしまったんだわ。まったくマサトがかわいそうよ。まだ30代だし、マサトなら他に嫁を探すのもいいんじゃないかと思うんだけどね。今度の嫁は気立てがよくて、家事が得意で男の子を産める嫁がいいわね。言葉を発するたびにニヤニヤしながら私の方を見てくる義母。誰かいいお嫁さん候補を見つけたら紹介してね。そんな風に義母は私を罵り続けた。嫌な気分になるのは今だけだ。頑張って耐えよう。とその時、いきなり義母の目の前に箸が飛んできた。
ギャー。義母が汚い叫び声を上げる。親戚一同が義母の方を見る。一体誰よ。義母が声を荒げると後ろにまさかの人物が立っていた。それはなんと舞さんだったのだ。ちょっとおばさん、あなた何調子に乗ってるの。今からでもいい嫁さんを見つけてほしいだ。こんなに働き者で料理のおいしいお嫁さん、他にいないでしょうが。他のあなたの息子の嫁さんたちだってご飯も食べずにせっせと働いてくれてるじゃん。いい年して嫁いびりなんて古臭いこといつまでしてるのよ。飯がまずいとか言うなら食べるのやめなさいよ。冗談はその脂肪の塊のお腹だけにしてよね。あなたみたいな最低な姑のところに嫁いできてくれただけで表彰ものでしょ。あなたが一番にすべきことは嫁たちへの感謝だよ。舞さんはどうやら義母が私をいびる発言が聞こえたらしい。どうやら他の親戚たちは舞さんがいつまでも可愛い子供だと認識していたので、このように鬼の形相で怒る舞さんを見てとてもびっくりしていた。だいたい人様が大事に育てた娘さんのことをよくそんな悪く言えるわね。あなたのとこの息子はそんなに出来がいいの。甘やかしすぎて大学で遊びすぎて単位が足らずに結局中退したでしょ。今働いているところでだって全然出世できてなくて嫁さんがパートで生活費を賄っているって聞いたわよ。その程度の息子を持って嫁が悪いとか責任転嫁も甚だしすぎるわよ。舞さんはもともとお嬢様で高学歴、そのため使おうと思えばいくらでもコネが使えたのだが、それらをすべて断って自分で大企業への就職を勝ち取った。さらにはそこでどんどん活躍し、現在は課長にまでなっているんだとか。完璧すぎるスペックを持つ舞さんに義母も言葉に詰まらせていた。何よあんた、久しぶりに顔を出したくせに生意気なこと言いやがって。私はあなたのおばなのよ。少しは目上の人に対する態度を学んだらどうなの。なんとか言い返す義母だが、舞さんの勢いは止まらなかった。年上と目上は違うでしょ。目上の存在でありたいなら尊敬できることをしてちょうだい。少なくとも息子たちを甘やかして嫁いびりを楽しんでいる人を私は尊敬できないわ。ふ、また言葉に詰まる義母。それにね、あなたたち息子もそうよ。普通は自分の嫁がいびられていたら真っ先に守るのが夫としての務めでしょ。自分には関係ないって思ってるわけ。そんなことしてたらね、いきなり離婚を切り出されるわよ。嫁がいつも旦那や姑に言われっぱなしだなんて思わないで。本当に嫌だと思ったらすぐに縁を切る覚悟はみんな持ってるのよ。舞さんがそう言うと、私の夫を含めた義実家の息子たちは気まずそうにしながらうつむいた。その様子を見ていた親戚の人たちは、もっと言ってやれと舞さんの味方をしていた。義母は舞さんに言い合いで勝てないと判断したのか、自分の姉である舞さんの母親に矛先を向けた。ちょっとお姉ちゃん、娘にどういう教育したのよ。こんな生意気なこと言わせてていいの。義母がそう叫ぶと舞さんの母親は、本当立派に育ってくれてよかったわ、私たちの教育は間違ってなかったのねと発言。これには親戚たちも大爆笑。緩急つけて笑いを取ってくるなんてすごい親子だ。今日はおばさんのせいでせっかくの宴会が台無しだわ。だからあなたの息子の嫁さんたちと一緒においしいもの食べてくるわ。そう言って舞さんは車のキーを持ってきて、私や兄嫁たちを呼んだ。おじさんたちごめんね。お酌は私の母さんが代打で出るから。私だってまだまだ綺麗よと言って、また親子で親戚たちの笑いを取りつつ、舞さんは私たちを車に乗せて美味しいお寿司屋さんに連れて行ってくれた。義母はまだ何やら叫んでいたが、
もういい加減にしろ、みっともないと舞さんファンの親戚おじさんたちに注意されて黙り込んだ。舞さんは私たちに勝手なことしてごめんなさい、でも何か見てられなくてと謝ってきた。だが私たちからするとまさに救世主といった感じなので、顔を上げてもらって感謝の言葉をみんなで伝えた。舞さんとの食事を終えて義実家に戻ると、義母はすっかりおとなしくなっていた。そして夫は家に帰る途中、ずっと私に対して優しい言葉をかけてきた。どうやら舞さんのお叱りがかなり効果があったのだろう。いきなり離婚を切り出されるかもしれないという言葉が夫や義兄たちの胸に突き刺さったようで、兄嫁たちも旦那が急に家事を手伝うようになったとか、子供の面倒を見てくれるようになったという奇跡体験報告をしていた。私の夫も自分の甘え癖を見直して、少しずつ家事や子育てを覚えて私の手伝いをしてくれている。今後は何かあったら舞さんに相談しようと思いながら、私は前よりもすっきりした気分で軽やかに日常を過ごせている。舞さん、かっこいいですね。あのやかましい義母にビシッと言ってくれてスカッとしました。あと我関せずの旦那たちにもお灸を据えてくれましたね。ああいうかっこいい女性には憧れてしまいます。まあ主さんの夫が改心したままでいてくれるかは分かりませんが、でもその時はまた舞さんに相談すればいいですもんね。今後の主さんや兄嫁たちが平和で幸せな日々を過ごせることを祈ってます。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。